カール・メジャニは、フランス共和国ローヌ・ケンディオン出身のサッカー選手。アルジェリア代表。ポジションはディフェンダー。AS サンテティエンヌの下部組織からジェラール・ウリエに引き抜かれ、リバプール FC に移籍。2004から05シーズンは、リーグズの FC ロリアンに、ローン移籍し、翌シーズンは、リーグアンの FC メスに、ローン移籍した。2006年には、契約切れを機に、 FC ロリアンに移籍するも、2シーズン目に AC アジャクシオにローン移籍し、翌シーズンには完全移籍した。2013年1月 AS モナコに移籍した。出場機会に恵まれずオリンピアコス FC にローン移籍するも、ここでもレギュラーをつかめなかった。シーズン後半にはバランシエンヌ FC にローン移籍した。2014年8月、 トラブゾンスポールに移籍した。2016年1月30日、レバンテ UD に移籍。2016年8月より CD、e、レガネスに移籍した。2017年1月にはトラブゾンスポールに戻った。2017年8月、スイバススポールに移籍した。世代別フランス代表として2002年に UEFAU-17 欧州選手権で準優勝し、2005、 2006年のトゥーロン国際大会で優勝した。2010FIFA フフワールドカップ直前合宿にアルジェリア代表に招集され、大会メンバーにエントリーされるも出場せず。8月11日新戦試合が本戦でスタメン出場し、初キャップを記録した。2013年10月12日の 2014FIFA フフワールドカップアフリカ3次予選。 ブルキナファソ戦で代表初得点を挙げた。2017年9月代表引退を発表した。ありがとうございます。